皆さんこんにちは。魅力解禁コンサルタントの栃谷ゆり子です。今日も美動美的チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは外見と内面の両方からアプローチをして自分らしく生きるための秘訣をお伝えしております。今日はもうお気づきの方もいらっしゃると思いますけれども、ワイヤレスマイクってなんかドラえもんみたいですよね。ワイヤレスマイクを購入したんですよ。これねすごく便利なんですよ。結構ね購入にあたっていくつか調べて、あ、いいなって思ったものあったんですね。例えば私洋服的に明るい色の服を着ることが多いので、できれば白いワイヤレスマイク、まあ、受信機っていうのかな、はい、白いものが欲しかったんですけど、白で調べてみるとね、別のアプリを使ってその専用のアプリから画像、映像を取り込むっていうようなことしかできないそうなんですね。で、私今使ってるアプリがとっても気に入っているので、それ使えないのちょっと私にとって自己肯定感テンション下がると思ったので、何かないかなっていうふうにちょっと調べてみたところ、これはもしかしてと思いながら、はい、でコスパも結構良くてですね、でなおかつなんか通常のそういうワイヤレスマイクだったり、まあ他のマイクとかも見た時にですね、何か別の部品を購入してくださいねとかっていうの多いんですよ。なんかこう接続して iPhone だったら iPhone にもう一つかませてっていうんですかね、そういう風にしないとうまく接続ができない、まあちゃんと映らない、ちゃんと音が拾えないっていうようなものが多かったりするんですけど、これは特に他に何か必要なわけではなくて拾ってくれるから、まあまあいいかなと思いながら、まあね、いろいろもうちょっとこう金額のクオリティの高いものもちろんあるんですけど、私のように特別なねこう YouTuber とかっていうわけじゃなければ、まずはそこそこの金額でできるものが手軽に取り入れやすいと思うんですよね。なのでちょっと今回はマイク買ったよって、全然ちょっと違うよねっていうようなお話をさせていただきました。ここに買ったマイクのここちょっと出してますけれどもね、ぜひ、あ、このマイク、ただ、あれなんですよね。もしかしたら、まあ、なんて言うんですか。ものによってはね、同じ商品なんだけれども、来たものによっては何でもありますよね。家電とかもそうですけど、いわゆる当たり外れとかあったりするかもしれないので、一概に言えないかもしれないんですけど、私は、とりあえず、これを買って使ってみて、あ、いいかも、と思ったので、少しお伝えさせていただきました。はい、今後何かね、こう発信するとかっていう方のお役に立てたらと思います。というわけで今日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。